佐々木です。今回はですね、ノアコインの配当がね、入ったので、その件について動画撮っていきたいなと思います。で、あの、1年間ね、2018年、僕が買ったのは2018年2月とか3月、要は最後の ICO なのかな、プレスールなのかな、そこで買ったんですけども、まあその時の価格が、ね、多分ビットコインが高かったんで、まあそこからかなり価値が下がって、今0.05円ということで、まあかなりね、えー、円換算するとかなり下がってしまったんですけども、 まあ ICO っていうかね、そのトークンっていうか、まあそもそもやっぱり ICO 系は下がる投資だったんで、まあしょうがないかなと。で、プラス逆に今年とかね、来年、今年来年で上がっていくとか、もしくは最低限超えていくっていうことがあれば、かなり期待できるんじゃないかなと思います。で僕が買ったのはこれが、と、桁がちょっと多いんですけど、100、えー、えここが100万でしょ 1176万4700のアを大体、えー、まあ当時のビットコインを円換算すると確か1000万ぐらいで1000万前後で買ったような気がしますけども、えー、それがまあ今日本円換算するとまあ50万円ということで、えー、1 20分の1ぐらいまで下がってしまったんですけども、まあ、本当はねそのエアドロップがこれちょっと遅いじゃないですか本当はその上場日の3月12日だっけな、えーに えー、高にね、えー、ちょうど売りたかったんですけど、ちょっと配当が、配布が遅かったんですね、これ17ってことで。なんで、えー、売れなかったということで、えー、まあしょうがないですね。うん。なのでずっと持ち続けていこうかなと思います。まあそこに関してはね、どうでもいいんですけども、えー、配当がね、入ったっていうことで、まあ結構皆さんのね、配当のもらい方とか、僕もちょっとわかんなくて、あの、ノアコインのテレグラムをね、見て、えー、他のコミュニティの方が、えー ここからできるっていうことを知ってね。全然その、マ、まあ、インサとかにも入ってなかったんで、どこに入ってるのかなと思ったんですけども、えー、このね、なんか、えー、ノアコインのサイトですね、エアドロップのサイトっていうんですかね、えー、ここから、えー、まあ自分のね、配当されてる、えー、ノアが書かれていると思います。僕はもうこれはマインイサに移してるんですけども、えー、記録的にここにね、えー、残ってるみたいです。で、そこに対して、えー、なんていうかな、えー毎、毎年配当があると。1年目は20%で、 2年目も確か15%ぐらいで、3年目は10何とか、4、5年目で10%だったような気がしますけども、とにかくまあ、あのー、どんどんその年間下がっていくんですけども、えー、でもそれ考えても結構な枚数が配布されるわけですよね。だって、毎年10%だとしても、今年20%、えー、じゃあ10%、10%、10%, 10で5年ぐらい過ぎたとしても、結構もう2倍近くまでなってるんで、 最悪、例えば今、20分の1になっているって言いましたけども、5年後にえ枚数がね、例えば2倍になっているとかっていうふうになれば、このノアコインの価格が10倍になればえ元本回収できるってことなんで、そんなにまあリスクはないのかなと。まあ、仮に僕は別に1000万とか失っても別にえどうでもいいので、っていう感じですね。 でノーコインの,その、えー、配当の仕方なんですけども、なここにね、本当は配当の金額が出てたんですけども、僕クリックしちゃって、あのー、そしてメールにね、あの通知が届くんですね。で、それを、えー、クリックするとあのなんていうの、メールアドレスに確認のね、えー、配当しますかっていうボタンがあるので、それをクリックすると、えー、配当がもらえるっていう感じです。ちょっと今ね、ここ表示されてたんですけども、大体二百235万、ここが桁が大体これ、あ、これぐらいか。 これの20%なので、230、いくらだったんです ?235 万。書いてあるか。235万2940のノアが配当されてる。20%なので。ちょっとツイッターに上げたんですけども、ちょっとこっちに残ってないんでね、あれですけど、えー、それが配当されたという感じです。で、それの受け取り方法が、まあ、ここをクリ、ここに表示されてて、なんかこの辺にね、えー、受け取るみたいなものがあるので、それを、まあ、な、え、ん、ー、だろうか、 何月、なんか、福利で運用するっていうのと、何ていうかその配当で受け取るみたいなのがあって、僕は福利運用するっていうボタンをクリックして、確認のメールにね、承認しますみたいな感じで、ボタンをクリックしておきました。まあ、これはその好き好きだと思いますけども、まあ、ここまで下がってしまうとね、あの、何ていうのかな、あの、何ていうの、もう今ね、現金化するっていうことはもう考えてないし、最悪ゼロになるとか、ノアコインが。 破綻とかね、なって、まあ、それでもしょうがないかなっていうふうには考えてます。あの、変にね、今移動して、将来的に上がってったっていう、その、えー、リスクの方が、えー、ちょっと最悪なんで、もう今更もう遅いですよね。50万で換金するっていうよりも、100万で換金する。百今ね、ちょっと100、0.05円が0.1円まで上がりましたってなると、100万円ぐらいの価値になるわけですけど、まあ、それで、なんていうのかな、損切りっていうか、利確っていうのはもう、とっくのとっくに遅いんで、 まあそこはあまり考えてないですね。なのでまあそういうふうに思っている方、今どうしようかなと思っている方は、まあ仮にそのロアプロジェクトがなくなってもいいっていう。うんで。仮に例えば100万円分買った方からすれば今5万円だと思うんで、本当にどうしようもないですよね。5万円とかにしても。それこそ10万円の方は5千円とかなんで、まあ買っても売ってもしょうがない。だったら、えー、持っといてもいいんじゃないかなと。まあ、えー、例えばビットコインが、えー、こういうアルトっていうかね、草コインっていうのは、 あの下落スピードも速いですけど上がるときも速いんでビットコインの,その上昇っていうものに全てはかかってますけどビットコインとかね、まあ、基軸なんでビットコイン含めビットコインを追い越す通貨が例えばリップルイーサーが越していくんだとしたら、まあ、そういうその仮想通貨全般が一旦その下落トレンドから今ねずっと下がってきてそれが最高値の230万とかビットコインもしくは、えー、イーサーで言ったらまあ18万とか20万ぐらい超えていくとかリップルで言ったら 400円を超えていくみたいなその基軸が変わるんだったらねそれぐらいまでいけばあのノアコインとかもやかなりね明るいんじゃないかなと次最高値で一旦戻されてすぐに超えていかないとかねそこから数ヶ月生命となるとかなりその後と売り込まれるんであのもうビットコイン200万というのはないかなと仮にそこまで上がってノアコインが、えー、買った金額より上がってるんだったら早めに利確した方がいいですねあの 少しでも利益出てててるんだっっったらっていう風に感じで思ってます、えー、この1年間ね、僕も相当学んだんで、あの、別にノアコインがどうこうではないですけどね、短期トレード、そして長期投資、えー、っていう部分はかなり学んだんで、ぜひ、えー、参考にしてもらえればなと思います。まあ、とりあえずは、まあ、まずはエアドロップで申請して、えー、配当をね、申請してもらえればなと思います。ということで、今回ね、動画以上になります。えー、ぜひね、 今回の動画良かったなと思えばグッドボタンとチャンネル登録お願いします。説明欄の方に僕のメルマガ、LINE アット、Facebook、Twitter、Instagram、あとメインチャンネルもやってますので、ぜひね、そちらも登録やフォローしていただけると嬉しいです。それでは今回はね、ノアコインの動画をお届けしました。またね、ノアコインとか、えあと仮想通貨関係の情報で、えこれをやっといた方がいいよとか、おすすめの情報がありましたらお届けしたいなと思います。それではご覧いただきありがとうございました。